こんにちは、皆さん。スプレーアートでのべろちゃんと梅ちゃんです。イエーイ。メキシコの変なこと、日本人からしたらえって思うことね。チップ。どこ行っても何をやってもチップ。まあレストラン行ってもチップ。車を止めたらチップ。チップ。あのタクシー乗ってチップ。うんこしてもあんこしてもチップかな。まあそうじゃん。トイレ入れないからね、お金払わないと。どこでも。そうだよね。トイレつらかった。マジトイレつらかった。だってトイレットペーパーくれんだけどさ、うん、入り口でお金払うと、うん、お金渡さないと入れてくれないんだよね。そう、入れてくれない。でお金払うとトイレットペーパーくれんだけど、うん、こんぐらいしかないの、水が長さが。そうだよ。いや、お前これどうやってうんこっとに使うの。そう、元ペーパー欲しいって言ったらまた払えて、お金ちょうだいって。そう、でまたこんぐらいもらうじゃん。そう、どうやってケツ拭くの。みんな持ってる。あ、みんな持ってんだ、自分の、うん、自分のトイレットペーパー。トイレは自分の持ってて、うんうん、でもこれでどうやって、ね、みんなメキシコ人はうんこきれいに出るからこのぐらいしか使わないって。使わなくてもいいんだよ。メキシコ人はケツ拭いてもきれいになるからこんな短いでしょ。そうだよね。ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもシェアお願いします。全部お願いします。お願いします。はい、アディオスアミゴ。